皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。2023年1月1日はおめでたいニュースがたくさんです。俳優の綾野剛さんと女優の佐久間由衣さんが結婚しました。2人は2022年12月31日に婚姻届を提出しているそうです。綾野剛さん、佐久間由衣さんそれぞれがコメントを発表しているのでご紹介します。綾野剛さんは、いつも応援してくださっている皆様、この度私綾野剛は佐久間由衣さんと入籍いたしました。彼女の目を見、心を感じ、長い時間をかけて信仰を温めてきたことで、いつしかお互いを人生にとってかけがえのない大切な存在として強く自覚するようになりました。純真な彼女を見て、結婚したいとは言い出しにくい言葉でしたが、彼女の優しさが2人をここまで運んでくれたと思います。人生を共に歩く伴侶として、あるいは切磋琢磨し合う役者同士として奮励努力し、皆様のご期待に添えるよう一生懸命に生きてまいります。2023年1月1日、綾野剛。続いて佐久間由衣さんのコメントです。ご報告、皆様へいつも応援してくださりありがとうございます。この度私事ではありますが、私佐久間由衣は綾野剛さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます。彼のまっすぐ仕事に向き合う姿を見るたびに、尊敬と支えたいという気持ちが自然と芽生え、その気持ちは根を張り大きな樹木となりました。先が見えにくいこの時代を、私にとって心の道しるべのような存在の彼と共に歩めることが心から幸せです。そして何にも代え難いお芝居のお仕事に、より愛情いっぱい丁寧に向き合っていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。2023年1月1日、佐久間由衣。関係者によると、2022年12月31日、2人は都内の区役所に婚姻届を提出したそうで、仕事関係者にも結婚を報告したとのこと。晴れて夫婦となった2人は、幸せいっぱいの新年を迎えています。双方の知人によると、2人は直接の共演経験はないそうなのですが、友人関係が長年続いていたといいます。仲間内で親交を深めていく中で、仕事に対する姿勢のみならず、物事に対する価値観や趣味の読書、映画の話など刺激を受け合うことで次第に惹かれ合い、お互いを強く意識するようになっていったようです。結婚の決め手は、綾野さんは佐久間さんの純真な人柄や優しさに触れ、かけがえのない存在になっていったと周囲に明かしています。お相手の佐久間さんも、役作りにストイックに取り組む綾野さんの姿にリスペクトを抱いていたといい、人生を共に歩むことを決意したといいます。綾野さんはかつてテレビ番組等で結婚や家庭生活への憧れを口にしていたこともあったのですが、このタイミングでの結婚の運びとなったようです。現在は2人にとってプライベートだけでなく仕事面も順調そのもの。綾野さんは韓国で大ヒットした映画のリメイク作最後まで行くに出演、岡田准一さんが演じる陰謀に巻き込まれた刑事を追う謎の監察官役でハードでスリリングな演技を披露しているほか、数本の待機作を控えています。佐久間さんは12月24日に中学教師役で出演していた NHK ドラマ引きこもり先生シーズン2が放送されたばかりです。そして新年からも多くの作品への出演が決まっているといいます。挙式、披露宴などは現在のところ未定のようで、2人はまだ同居はしておらず、佐久間さんは妊娠していないとのこと。仕事のタイミングを図りながら新たに家庭生活をスタートさせる段取りを整えているそうです。それでは簡単に2人のプロフィールをご紹介します。綾野剛さんは1982年1月26日に岐阜県で生まれました。2003年にドラマ仮面ライダーファイズで俳優デビューし、2009年の映画クローズゼロ2に出演、2011年の NHK 連続テレビ小説カーネーションではヒロインの相手役を務めたことで注目を集めました。2013年には夏の終わりで第37回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。2022年にはオールドルーキーで日曜劇場初主演を果たしています。佐久間由衣さんは1995年3月10日に神奈川県で生まれました。2013年に Vivi 専属モデルオーディションでグランプリを受賞し、
2014年の映画人狼ゲームビーストサイドで女優デビューしています。2017年の NHK 連続テレビ小説ひよっこではヒロインの幼馴染役を演じて注目を浴び、同年には結婚情報誌ゼクシーの10代目 CM ガールに就任して話題になりました。2019年には隠れビッチやってましたで映画初主演を務め、東京国際映画祭でジェムストーン賞を受賞しています。いかがでしたか？2人の結婚報道を受けて SNS 上では、綾野剛が結婚したニュース見て立ち直れなくなってる、え、綾野剛結婚したの、ついに、信じられない、結婚ラッシュやばいと驚きと祝福の声であふれています。ちなみにですが、綾野さんの特技は陸上競技とのこと。中学高校に進んでから陸上に打ち込み、岐阜の山奥で朝から晩までずっと走っていたそうです。こうして体を鍛えることで体操や数字で結果が目に見えて出るため、それが好きだったと語っています。2008年に出演した映画ナオコでは陸上選手を演じ、走るシーンでは時速25キロから30キロものスピードで長時間の撮影が行われたにもかかわらず、平然とした顔で走っていたそうです。箱根駅伝が大好きとのことで、関東地区の大学に進学して箱根駅伝選手になりたいと考えたこともあり、今でもお正月は初詣と駅伝鑑賞をし、テレビの前で号泣するそうです。今年のお正月は佐久間さんと一緒に箱根駅伝を鑑賞して2人で号泣するのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。